第8代でボンシャー公爵スペンサー・キャベンディッシュは、イギリスの政治家、貴族。ビクトリア長期の自由党政権で、閣僚職を歴任し、1875年から1880年にかけては一時的に引退したウィリアム・グラットストンに代わって自由党党首を務めた。1886年に、グラッドストン首相のアイルランド実の方針に反対して自由党を離党し、 ジョゼフ・チェンバレンと共に自由党一党を結成し、その党首となる。同党は後に保守党と連立した。保守党政権下でも閣僚職を歴任した。1834年から1858年まではキャベン・リッシュ教を、1858年から1891年まではハーティントン公爵の儀礼称号を使用した。 第七代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュの息子として生まれた。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジを卒業した。1857年の総選挙で保育党所属の庶民委員議員に当選。第二次、パーマストン支社内閣に海軍本部第一協。第二次、ラッセル伯爵内閣に戦争大臣。第一次、グラットストン内閣に郵政大臣。 アイルランド担当大臣として入閣。1875年1月に自由党党主職を辞したグラッドストーンに代わって自由党党首となるが、グラッドストーンが引き続き大きな影響力を発揮し、1880年に自由党が政権奪還した際には彼ではなく、グラッドストーンが首相に返り咲いた。第2次、グラッドストーン内閣ではインド担当大臣。 の陸軍大臣として入閣した。党内では保育派の領収として、ジョゼフ・チェンバレンら新旧新派と対立を深める。政府内では帝国主義派として行動し、エジプトのウラービー革命に対しては、当初から武力鎮圧を主張し、スーダンのマフリーの反乱では包囲されたチャールズ・ゴードン、少将の救助のため遠征軍の派遣を積極的に主張した。 これらは受け入れられたが海軍増強の訴えはグラットストンによって退けられた。第2次グラットストン内閣の退任後アイルランド自治を目指すようになった投手グラットストンと対立を深め1886年の第3次グラットストン内閣には入閣を拒否した。グラットストンがアイルランド自治法案を提出すると同じく アイルランド自治に反対してケアしたチェンバレンと共に自由党内アイルランド自治反対派を急合して自由党一党を結成した。1886年成立の保守党政権第二次ソールズベリー公爵内閣に対しては閣外協力の立場に止めたが1895年成立の第三次ソールズベリー公爵内閣では保守党と自由党一党の連立政権を組み 彼もイギリス枢密院議長として入閣した。アーサー・バルフォア内閣時の1903年にチェンバレンの関税改革案をめぐって政府が分裂した際に自由貿易派としてチェンバレンの方針に反対し、バルフォアの異流を振り切って閣僚職を辞した。1908年に死去した。温厚な人柄で人望があったため、その影響力は大きく、政府から常に徴用された。 妻はルイーザ。1891年にデボンシャー公爵位を継承していたが、子供がなかったため、爵位と家督は、老いのビクターが継承した。1833年7月23日に、ロンドンで生まれる。父は後に第7代デボンシャー公爵となる、第2代バーリントン伯爵ウィリアム・キャベン・リッシュ。母はその夫人で、第6代。 カーライル伯爵ジョージ・ハワードの娘であるブランシェ。スペンサーは夫妻の次男であり、長兄にウィリアムがいたが、この兄は1834年に溶接したため、以降はスペンサーがバーリントン伯爵家の着男となり、キャベンディッシュ教の儀礼称号を得た。後に弟としてフレデリック・キャベンディッシュとエドワード・キャベンディッシュが生まれる。父ウィリアムは第四代でボンシャー公爵。 ウィリアムの三男、初代バーリントン伯爵、ジョージの孫にあたる。この関係から後にデボンシャー公爵位を継ぐことになる。1850年にケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学し、1854年にマスター・オブ・アーツの学位を取得する。また後年に彼はオックスフォード大学から法学博士号と民事法学博士号を取得し、 マンチェスター大学やエジンバーラ大学の学長を務めている。ハーティントン公爵の義が1857年3月の解散総選挙でノースランカシャー選挙区からホイック党の候補として出馬し、庶民院議員に初当選した。キャベンデッシュ家はラスセル家と並ぶホイック党の名門貴族であった。そのためか、議会での諸女演説もあくびを噛み殺すほどの余裕ぶりであったという。 1858年に本家筋の第6代でボンシャー公爵ウィリアムが子供なく死去したため、父が第7代でボンシャー公爵位を継承した。それに伴い、キャベンディッシュ教もその着難の儀礼称号、ハーティントン公爵を使用するようになった。第2次パーマストン主爵内閣で海軍本部第1教を務め、続く第2次ラッセル伯爵内閣では、 戦争大臣として入閣した。第一次、グラッドストン内閣では、郵政大臣やアイルランド担当大臣を務めた。1874年2月に行われた、解散総選挙に敗れた、グラッドストン自由党政権は、総辞職した。政界引退を決意していたグラッドストンは1875年1月にも、自由党党首、自由党庶民委員内総務職を、 ハーティントン校に譲った。しかしその後もグラッドストンは党に大きな影響力を及ぼし続け、バルカン半島でキリスト教と虐殺を行うトルコへの反対運動を主導した。ハーティントン校は反トルコ運動に消極的であったものの、グラッドストンには忠実に行動し、全自由党議員にグラッドストンが提出したトルコ批判決議に賛成票を投じさせた。 しかし、ハーティントン公もこうした状況に満足してるわけではなく、自由党貴族院院内総務、グランビル伯爵に宛てて書いた手紙の中で、ミスター・ジーは我々に従属を期待することはできないはずです。しかし、我々がそれに甘んじないと、党の一部分が彼に従い、党が分裂することは目に見えているのです。彼は、自分が党首ではないと言ってるだけで党主たることを止めないのです。 昨週以来彼がやっているように彼が指導するなら彼が党首なのです。そして彼が要求しない唯一のものは党指導権に当然とうはずの責任だけですと不満をあらわにしている。1880年3月から4月にかけて行われた総選挙に自由党が勝利したことで自由党政権が誕生する見込みとなった。一般に この総選挙の勝利はグラッドストンのミッドロージアンキャンペーンの成果と評価されていたためグラッドストンへの対名効果が期待されていたがグラッドストンを嫌うビクトリア女王は4月22日にハーティントン公を招集して彼に組閣の対名を与えたこれに対してハーティントン公はグラッドストンなしに政府を成立させることはできないと報道したが女王からは グラントストーンの意図を探るとともに女王が対面を与えることを拒否していることをグラントストーンに伝えるよう命じられた。ハーティントン公はグランビルハクとも相談の上、女王が拒否している件はグラントストーンに伝えず、自分の内閣に入閣する意思があるかどうかだけ聞いたが、グラントストーンは首相以外務める意思がないようだった。これを見て、組閣を断念した。 ハーティントン公は4月23日にも、グランウィルハクと共に参代して、グラッドストンに代名を与えるべきことを上奏した。女王は渋々ながら、グラッドストンに、祖格の代名を与えた。こうしてグラッドストンが再度首相となり、自由党党主職もグラッドストンに譲ることとなった。庶民院国務大臣席の儀が、左から首相、グラッドストン、インド担当省、 ハーティントン公爵、通称称チェンバレン第二次、グラッドストン内閣の閣議を描いた絵。右から二人目が、陸軍大臣、ハーティントン公爵。第二次、グラッドストン内閣でははじめインド担当大臣、1882年12月からは、陸軍大臣として入閣する。この第二次内閣において、 ハーティントン公爵らホイッグ派は、ジョゼフ・チェンバレンら新旧新派と対立を深めていった。とりわけ先の総選挙で、チェンバレンが掲げた、農地改革の非公式綱領は、地主貴族の多いホイッグ派には断じて受け入れられない、内容だった。このような綱領を党に認めさせようとするチェンバレンの、やり口はホイッグ派と旧新派の妥協の上に成り立ってきた。 これまでの自由党のありさまを否定しているに等しかった。深刻化する党内対立に、ハーティントン公爵は自由党の将来は急進派のものとなるだろう。我々保育派は消滅するか、あるいは保守党に合流することになるだろうと、ため息混じりに予言している。また保育派は、グラッドストーンのミッドロージアンキャンペーンも強引な政権奪還として、 心よく思っていないものが多かったが、ハーティントン公爵は、グラントストン首相自身は急進派ではないとして、入閣を決意した。1881年にエジプトで発生した、ウラービー革命に対しては、閣内でただ一人当初からフランスと連携して、武力鎮圧すべしと主張していた。これに対して、他の閣僚たちは、エジプトの総主国トルコを通じて、エジプトに、 間接的に干渉することを主張した。しかし1882年6月にアレクサンドリアで暴動が発生し、ヨーロッパ人が多数殺害されると、イギリス支配層の意見も降下し、閣内ではチェンバレンら新旧新派がハーティントン・コーラ・ホイック派と声を合わせて、軍事干渉論を主張するようになった。最終的にグラッドストーン首相は、軍事干渉論の意見を入れ、 イギリス単独でエジプト出兵して革命を武力鎮圧して同国をイギリス占領下に置いた。続いてエジプト支配下スーダンでイギリスに支配されたエジプトに対する反発が強まり1882年夏にマフリーの反乱が発生し1883年9月にイギリス軍大佐ウィリアム・ヒックス率いるエジプト軍がマフリー軍に敗北した。 この情勢にグラッドストーンは、通断放棄を決定し、チャールズ・ゴードン少将を、現地エジプト軍の撤退の指揮官として、ハルトゥームに派遣したが、ゴードンは撤退しようとせず、1884年3月には、マフリー軍に包囲された。これに対して、救援軍を送るべきか否かで、閣内は分裂した。ハーティントン・コーチェンバレンは、援軍派遣を求めたが、グラッドストーンは、 スーダンに軍隊を派遣することは自由のために戦う、人民への征服戦争となると述べて反対した。だが7月頃になると、ゴーオードンの深刻な状況がイギリス本国に伝わるようになり、援軍派遣の機運が高まった。ハーティントン公の説得を受けて、グラッドストン首相も援軍派遣を決定した。ただしこの援軍は間に合わず、1885年1月に、 ハルトゥームは陥落して、ゴードン将軍も戦死した。これにより、グラッドストン政権は、激しい批判にさらされることになった。この間の1884年末に、後発資本主義国の海軍増強を懸念した会商、ノースブルック伯爵は、海軍予算の増額を主張し、ハーティントン公爵もこれに賛成したが、グラッドストンからは、受け入れられず、退けられている。 次元立法であるアイルランド強圧法の期限が迫る八百八十五年、ハーティントン公爵やアイルランド担当省、ジョージ・トレベリアンら保育派閣僚たちは、強圧法の延長を求め、アイルランド優雅派閣僚と対立を深めた。この自由党内閣のグダグダした、閣内論争に痺れを切らしたアイルランド国民党のチャールズ・スチュワート・パネルは保守党との連携に動き、第二次、 グラッドストン内閣を統括し、ソールズベリー公爵を首相とする保守党内閣が、樹立された。庶民院議場のロビーを描いた木が、中央の5人の内右から、ハーティントン公爵、ランドルフ・チャーチル卿、グラッドストン、パーネル、チェンバレン。1892年のデボンシャー公爵を描いた、肖像画第一次ソールズベリー公爵内閣は、 はじめアイルランド国民党との連携を重視したが、1885年11月から12月にかけての総選挙で自由党が過半数割れしたことで、アイルランド強圧法の再制定を目指すようになった。これに反発したアイルランド国民党は、アイルランド自治に前向きになったグラットストーンとの連携に動き、1886年1月27日の、 政府の施政方針演説に対する自由党の修正道義に賛成票を投じた。一方、ハーティントン公爵はアイルランド自治に反対し、18名の議員とともにグラッドストンに造反して、この修正道義に反対票を投じた。しかし、修正道義は可決して、ソールズベリー公爵内閣は総辞職を余儀なくされ、1886年2月に第3次、 グラッドストーン内閣が成立した。グラッドストーンは、ハーティントン公爵に入閣を求めたが、彼は、もはや党の統一のために、自分の信念への誠実を犠牲にする段階は終わった、と返答して拒否した。新旧新派のチェンバレンは、自治大臣として入閣したものの、彼もアイルランド自治には慎重であり、結局5月26日には辞職して閣外へ去った。以降、 ハーティントン公爵とチェンバレンと野党保守党は声を合わせてグラッドストーンが提出したアイルランド自治法案を批判した。その結果、同法案は6月8日の庶民院第2読解で否決された。ただ保育派も新旧新派も分裂しており、採決の際にハーティントン公爵やチェンバレンに従って反対票を投じた自由党議員は13名にとどまっている。 彼らは自由党を離党して、新党自由党一党を結成した。同党は、庶民院議員を、ハーティントン公爵とチェンバレンが二人で指導し、貴族院議員を、ダービー伯爵が指導する体制をとっていた。アイルランド自治法案の否決を受けて、議会を解散したグラッドストンだったが、1886年7月の総選挙の結果、保守党が316議席。 自由党が191議席、アイルランド国民党85議席、自由統一党が78議席をそれぞれ獲得し、グラッドストーンは惨敗した。保守党も過半数には届かず、自由統一党がキャスティングボートを握ることとなった。保守党党首ソールズベリー公爵は、ハーティントン公爵に首相の座を譲るので保守党と自由統一党の連立政権を作ろうと申し出たが、 ハーティントン公爵は自由党一党は、格外協力にとどめたいと返答した。依然として、新旧新派としての主張を取り下げていなかった、チェンバレンの自由党帰りを警戒したためという。1891年12月21日に、父の死により、デボンシャー公爵位を継承し、貴族院議員に列する。1892年には、ガーター勲章の叙勲を受けた。 デボンシャー公爵を描いた、挿絵1895年6月に、第三次ソールズベリー公爵内閣が成立すると、自由統一党と保守党は、統一党を結成して、連立政権を組んだ。デボンシャー公爵は、イギリス通密院議長として入閣した。デボンシャー公爵は、面工業資本を背景とする人物であるため、新国市場に強い興味を持っており、中国分割において、 満州や北、中国を勢力圏としていくロシア帝国を危惧していた。バルフォアやチェンバレンと共に対ロシア強硬論を唱え、ドイツ帝国や日本との連携を強化すべしと主張した。首相がアーサー・バルフォアに変わった後の1903年に起こった関税改革論争では、蔵将チャールズ・リッチーラと共に自由貿易派として行動し、 チェンバレンの関税改革に反対した。閣内で孤立したチェンバレンは1903年9月21日に植民地大臣を辞して主要工業都市で関税改革の世論を盛り上げる遊説を開始する。接中的立場を取っていたバルフォア首相はバランスを取るため1903年10月9日にもリッチーラ自由貿易主義閣僚を解任したが、 デボンシャー公爵については閣内に留めたがり、異流に当たった。しかし、結局公爵も自由貿易主義者の圧力を受けて、数密院議長職を辞することになった。一方、チェンバレンは自由統一党内で、関税改革の支持を獲得していき、そのため、デボンシャー公爵は1903年10月26日にも、自由統一党協会総裁職も辞職して、 チェンバレンにその座を譲ることになった。1907年にロイヤル・ビクトリア勲章を受訓した。1908年3月24日に死去し、エデンサーに葬られた。実施がないため、デボンシャー公爵位は、おいのビクターが継承した。デボンシャー公爵の肖像が温厚な人格で神謀を集めたという。アーサー・バルフォアは、私の知る政治家の中で、 最も説得力のある演説家だ。この問題のあらゆる面に精通すべく、最善を尽くした人、論理に導かれてある結論に達した人、賛否どちら側の言い分も偽ることのない人である。これ以上誠実な案内役を期待できようか、いかなる集会でも彼には支配的な立場が与えられたと評している。タイムズ紙も彼以上に同胞の政治的革新を形成する上で、 大きな権威を持っていた人物はいないと書いている。ザ・スペクテーター神は、癒しい同期や理故心から行動していると勘ぐるものは、数ととしていない。もしそんなことを主張したら、そのものは、国中から狂人と思われるだろうと評した。王族からも、政府からも頼りにされたが、いつも、自分のところに相談が来ることについて、デボンシャー公爵は、みんな自分が正しいと思うことをすればいいし、 私は自分が正しいと思うことをする。みんなだって私に干渉されたくないだろうにとぼやいたことがあった。マイペースでのんびりやなところがあったという。友人たちは決して腹を立てないが、しょっちゅう退屈していた何かにつけて大変のんきに構えていたと証言している。大事な場で居眠りする癖があった。また国王エドワード7世と食事を共にする約束を。 すっぽかしたことがあった。自分の演説に退屈することもあり、インド担当大臣として、庶民員で、インド予算について説明していた際、演説の合間に、他の閣僚に、高単調ではうんざりだよと呟いたという。例外的に彼が情熱を示したのは、競争場牧場の運営だったが、彼の馬が、ダービーで優勝したことはなかった。デボンシャー公爵と、妻、 ルイーザ第七代マンチェスター公爵夫人ルイーザと恋仲になり、マンチェスター公爵も承認の上で交際していた。マンチェスター公爵が死去した後の1892年にルイーザと正式に結婚。このためルイーザは二重の公爵夫人と呼ばれた。ルイーザは夫デボンシャー公爵を首相にしようという野望に燃えていたが、デボンシャー公爵にはその意志はなかった。 デボンシャー公爵家は王国でも2位か3位の座にある大富豪だった。ルイーザが社交好きな性格だったので彼女が公爵夫人となると同家のパーティーは社交界でも最も豪華と呼ばれるほど盛大なものとなった。とりわけ1897年に女王在位60周年を記念して催した仮想舞踏会はかつてない税を尽くしたものだった。 弟のフレデリック・キャベンディッシュ教は、アイルランド担当大臣在職中に暗殺されている。それがきっかけか他の理由からか定かではないが、デボンシャー公爵は常に拳銃を持ち歩いていた。しかもよくなくしたのでその度に拳銃を購入し、デボンシャー公爵が死去した時、彼の邸宅からは、拳銃が20兆以上も発見されたという。 1891年12月21日の父、ウィリアム・キャベンディッシュの死去により、以下の爵位を継承。ありがとうございます。